平成23年11月27日、王子スタジアムにて、X リーグ3部、セリオスタンディングベアーズ対クラブソルツの試合が開始します。午後5時30分キックオフです。フェイクからのパス、しかしこれを QB サック、右ロールアウト、 QB10 番から、パスを取るのは、セリオ37番インターセプト、ターンオーバー、バック持たせる、左オフタックル、大きくゲイン、左オフタックル、セカンドエポートにより大きくゲイン、左スロットアイエ、左スイープ、13番、これもセカンドエフォート、フィールドゴール成功、ソルツ3点先制。フェイク、17番からターゲットは89番、パス成功、大きくゲインしてファーストダウン獲得。ライブプレイ、アップバックそのまま上がる、ファーストダウン獲得。ライブプレー44番、タッチダウン、6点、セリオスタンディングベアーズ6点、ソルツ3点。右ロール、オプションプレー、ピッチ下へキャリアが抜ける、なんとか止める、しかしファーストダウン更新、持たせて左オフタックル、13番、大きいゲイン、ファーストダウン。 QB 持つが、これはプレーミスですね、大きくロス、パスハントミス、これを、セリを抑えて、ターン投手交代になります。バック持たせる、左オフタックル抜ける、大きくゲイン、さらにセカンドレフォート、大きく更新、ダイブ持たせるが、ボールはどちらか、あー、ボールファンブルし、ターンオーバー、攻守交代。ここで前半終了。セリオ7点、ソルツ3点、セリオリードで後半戦に入ります。ケールバック持たせる、右オフタックル、27番コーゲイン、ファーストラン獲得、ソルツの方に、プレーが終わった後にタックルするというレイトヒットの反則があり、15ヤード抜退し、セリオ大きく前進、プレーアクション、あ、失礼、プレーアクション、そのままブースレック、17番キープ、大きくゲイン、ファーストダウン、ゴール前のところでボールデッドにして、相手の陣地を押し込んだ状態で攻撃を出しました。 QB がキープ、そのまま展開、ファーストダウン獲得、右リードオプションピッチ、これはディフェンスがこうタックルし、むしろロス、右リードオプションピッチ、これをディフェンスがこうチャージし、ロス、テールバック持たせる、右オフタックル、大きく抜ける、そのままドッグ、タッチダウン、テールバック持たせる、カウンター、ファーストダウンはどうか微妙、ゴールキッカー10番、
ブロックされる。ここで攻守交代。バックレシーバー右3枚、右ロール、パスを投げる。インターセプト37番ターンオーバー、攻守交代。スピードゴール成功、3点得点しました。セリオ10点、ソルツ3点。試合残り時間2分33秒。10番パス。インターセプト。23番。ターンオーバー、セリオの攻撃に変わります。2ダウン。ここで試合終了。セリオ、10点、ソルツ3点、セリオの勝利、セリオの逆転優勝決まりました。